ソレイユソレイユは、フランスパリ近郊のシンクロトロン実験施設である。2003年に着工し2006年5月14日に、初の電子加速試験を実施した。ソレイユは、ソースアプテマイジーデルミエール D、エナージアンテアマドアージュルアーの頭文字である。直径354メートルの電子蓄積リングを持ち、電子加速エネルギーは2.75ジェブである。 ビームラインの利用波長領域は赤外線から高 X 線をカバーする。この施設は CNRS とフランス原子力庁という2つのフランス国立研究機関が管理する第三者法人が運営する。所在地はパリ近郊南西部エソンヌ県のセインとアウビンで、その他の各物理学、素粒子物理学の研究施設がある GIF、シュールイベットやサクレイに近い。 The Synchrotron Soleil Machine has started operation.lightsources.org2006 年5月15日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年7月17日閲覧ありがとうございます。